구체적인 과업들을 제시하셨습니다. 조선労働党委員長で 조선민주주의인민共和国国務委員会委員長 조선민주주의인민共和国武力最高司令官である金正恩同志が 금강산観光地区を現地指導しました。 朝鮮労働党中央委員会の幹部であるヒャン・グム・チョル、キム・ヨジョン、チョ・ヨンウォン、リ・ジョン・ナム、ユジン、コン・ヨンソン、チョン・ソン・ウォル、チャン・ソン・ホの各同志と、チェ・ソン・ヒ第一副外相、国務委員会、マウン・チュン局長が同行しました。金正恩委員長は、 コソン港と、ヘグム岩ホテル、文化会館、クムガン山ホテル、クムガン山奥流館、クムガンペンションタウン、クリョン村、温泉ビリッジ、家族ホテル、第二温泉閣、コソン港刺身屋、コソン港ゴルフ場、コソン港出入事務所など、南笹村が建設したところと、サムイルポという湖、海クムガン、 クリョニョンという滝のあるエリアを見ました。そして観光地区に作られたサービス専用の建物の実態を詳しく把握し、建築に民族性というものは全く見出せず、ごっちゃ混ぜになっている。まるで被災地の仮設の建物か隠れ病棟のように据え付けられている。 建築美学の面から見ても、花々立ち遅れているだけでなく、それさえ管理が行き届いていないので、みすぼらしい限りだと述べました。また、世界的な名山であるクムガン山に、建設現場の仮設の建物を思わせる家を何軒か建てておいて、観光を許容したのは非常に間違っている。前に建設関係者が観光サービス用の建物を見た目にも苦しいほど作って、 自然の景観が損害を被った。たやすく観光地を提供して、座ったまま徳を取ろうとした先任者の誤った政策のため、クムガン山が10年余りも放置され傷がついた。もったいない土地だ。国力が弱くて人に頼ろうとした先任者の依存政策が非常に誤っていると、 深刻な批判をしました。さらに我が国土に建てる建築は当然民族性の濃い祖先式のものでなければならず、祖先の情緒と美観に合わせて創造されるべきだと述べました。金正恩委員長は、一見しただけで決まり悪そうな汚い南側の施設を 南側の関係部門と協議してあっさり取り払い、クムガン山の自然の景観にふさわしい近代的なサービスの施設を我々の方式で新しく建てるべきだと述べました。同行した人皆も、工場、企業の労働者の量よりも立ち遅れた建物が世界的な継承地にあるのはまさにみっともないことだとし、 取り払って、我々の方式で築くのが当たり前だと口を揃えました。金正恩委員長は、今、クムガン山があたかも北と南の共有物、北と南の関係のシンボル、縮図のようになっており、北と南の関係が発展しなければ、クムガン山観光もできないことになっているが、これは確かに間違っており、間違った認識だと述べました。そして、 クムガン山は、塩でもって勝ち取った我々の土地で、クムガン山の絶壁一つ、木一本にも我々の自主権と尊厳が宿っているとし、クムガン山の観光サービス関連の政策的指導を受け持っている党中央委員会の関係部署が、クムガン山観光地区の敷地を自分勝手に明け渡し、 文化観光地に対する管理を疎かにして、景観が損害を被ったことについて厳しく指摘しました。金正恩委員長は、国土に優れた景勝地は多くても、千差万別の自然の景観をなしているクムガン山は、景勝の集合体だとし、国の自然の景色を人民が思う存分エンジョイし、休息できる近代的な文化観光地として、 クムガン山地区を見事に開発するための詳しい課題を示しました。また、クムガン山にコソン港海岸観光地区、ピロミネ登山観光地区、海クムガン海岸公園地区、スポーツ文化地区を築き、これに伴うクムガン山観光地区総開発計画を先に作成して審議し、3、4段階に分けて
年次別段階別に建設するべきだと述べました。さらに古村港海岸観光地区、ピロミネ登山観光地区、海雲岩海岸公園地区、スポーツ文化地区などに近代的なホテルと旅館、パネル宿舎を建設し、ゴルフ場も世界的なレベルで立派に建て直すこと、古村港海岸観光地区に港の旅客運送駅を建設し、港の周辺を封鎖すること、隣接の郡に観光飛行場を作り、飛行場から観光地区まで観光専用の線路も新設すること、冬に雪が多く降る状況下でスキー場も建設することなど、クムガン山観光地区を特色を生かして開発するための諸問題を一つ一つ明らかにしました。金正恩委員長は、建築は国と民族の文明度、その社会の発展のほどをビジュアルに示す重要な尺度の一つだとし、現在クムガン山観光地区に散らばっている汚いホテルとパネル宿舎のサービス施設を全部取り払い、建物を民族の特徴と近代的な面を結合させた祖孫の建築形式の典型となりながらも発展した形に見事に建設して、外国の人たちが祖孫の名山見物に来て祖孫の建築見物になるようにするべきだと述べました。そしてクムガン山観光地区一帯をクムガン山とウォンサンカルマ海岸観光地区、マシクミネスキー場が一つに結ばれた文化観光地区として世界的な景勝地にふさわしく立派に築くべきだと述べました。金正恩委員長は、世界的な観光地として立派に築かれたクムガン山に南の同胞が訪ねてくるというならいつでも歓迎するだろうが、我々の名山であるクムガン山の観光プロジェクトを南側を押し立ててするのは望ましいことではないということについて、我が方の人たちが共通した認識を持つのが重要だと述べました。敬愛する最高指導者金正恩委員長に、訪朝した日本キム・イルソン・キム・ジョン主義研究東海連絡会代表団から花籠と贈り物が贈られました。22日、山崎則和団長が関係者に花籠と贈り物を手渡しました。21日、偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョン総書記のキム・アンギョン東亜音楽大学現地指導50周年記念の集いがありました。パク・チュンシク副文化省と関係者、大学の教職員、学生が集いに参加しました。チェ・テイ音楽長は記念演説で、キム・イルソン主席とキム・ジョン総書記が1958年、1969年10月22日大学を現地指導したことと、スイスの偉人たちの導きのもと大学が質の音楽教育の最高学府に発展し誇らしい成果を収めたことに触れました。そして敬愛する最高指導者金正恩委員長の導きに従って、教育に革命的転換をもたらし、父の音楽芸術の発展に大いに寄与しようと述べました。第7回世界軍隊競技大会が中国で行われています。18日に開幕した今大会には、祖孫と中国、ロシアをはじめ100余りの国と地域の優秀な男女選手9300人余りが参加しています。21日、男子フリースタイルレスリングの57キロ級に出場して、相手の選手を圧倒的な点差で下した祖孫のパク・ウンガン選手は、決勝戦でもいろいろな技を駆使し、特技を生かしてルーマニア選手をフォールで破り優勝しました。また祖孫の選手たちは、卓球男子団体戦で2位、ラピッドファイアピストル25メートルの男子団体戦で3位になりました。女子柔道63キロ級48キロ級でリーボクシャン選手とチョン・ユスン選手はそれぞれ銅メダルを獲得しました。2019年アジアジュニアおよびユース重量挙げ選手権大会が平壌のチョンチュン通りの重量挙げ競技館で行われています。21日に行われたジュニア女子40キロ級と45キロ級、
男子49キロ級で共和国のパクヨン、ペクヘジョン、パクミュンジン選手と男子55キロ級でベトナムのドートーテン選手がスナッチ・ジャークともに優勝し総合1位になりました。またユース男子55キロ級で共和国のパクチュンブク選手はスナッチで1位、ジャークで2位を、女子45キロ級でベトナムのタム・ディンフ・ティ選手がスナッチで2位、ジャークで1位となり総合1位になりました。一方この日共和国のパク・ユジョン、パク・カンソン、ムン・イクス選手はジュニア女子45キロ級と男子45キロ級、55キロ級でパン・ウンチョル選手はユース男子55キロ級で総合2位になりました。競技は続きます。最高人民会議代表団団長としてロシアを訪問中の朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議パク・テソン議長とロシア連邦会議ワレンチナ・マトビエンコ議長との会談が21日連邦会議庁舎で行われました。会談で双方は歴史的な朝ロ首脳対面と会談の推進に従い二国関係をさらに発展させることと党の関心事となる問題について意見を交わしました。会談には最高人民会議代表団のメンバーとロシア駐在ソソン臨時代理大使が、相手側からロシア連邦会議国際問題委員会委員長などの関係者が参加しました。18日から20日までトルコで第21回共産党労働党の国際会議が行われました。国際共産党創立100周年、平和と社会主義目指す戦いは続くというテーマで行われた会議に朝鮮労働党代表団をはじめ74の共産党及び労働党代表団と代表が参加しました。会議では発言がありました。朝鮮労働党代表団団長は、国際共産党創立100周年になる今年、共産党労働党の国際会議が開かれたのはとても有意義なことだ。帝国主義者が反社会主義策動に躍起になっても、社会主義は世界の進歩的な人々の反帝平和闘争を大いに励ましている。朝鮮労働党がこの70数年間帝国主義の侵略策動を粉砕し、社会主義運用を成功裏に前進させることができたのは、自主の革命路線を徹底的に堅持したためだ。今朝鮮での社会主義建設は極めて重要で要の段階に入っている。朝鮮労働党の金正恩委員長は、歴史的な第7回党大会で社会主義強国を建設して富強繁栄、富国強兵の理想を実現する戦略的課題を示した。平和は社会主義本来の要求で、帝国主義の恒常的な核の脅威にさらされている朝鮮人民の願いである。ここで重要なのは、アメリカが共和国の安全を不安がらせ、発展を妨げる脅威とハードルをすっかり取り除き、朝鮮的政策を完全に撤回することだ。朝鮮労働党はこれまでと同じく、今後も社会主義の旗、反帝自主の旗を高く掲げて、自主性を守る世界各国の共産党労働党と固く団結して、社会主義意義の勝利のために力強く戦うだろうと述べました。会議で各国の政党代表は、朝鮮民主主義人民共和国に対するアメリカのプレッシャーと封じ込めを糾弾し、社会主義を目指して励む朝鮮人民に全幅の支持を表しました。会議の末に、アメリカのプレッシャーと封じ込め、経済・金融制裁・軍事的侵略脅威に反対して戦う朝鮮人民への連帯を呼びかけるアピールが採択されました。22日、朝日友好親善協会のスポークスマンが談話を発表しました。談話は共和国の警告にもかかわらず、日本当局は10月1日から施行する幼児教育・保育無償化制度から朝鮮学校の幼稚園を除外する盲導を働いた。在日朝鮮人の子女たちを高校授業料無償化制度から除外したのに次いで、幼稚園の子どもたちへの保育支援まで拒み、
罪の上塗りをする日本当局の行為は、共和国への露骨な敵視の表れで、人道にもとる許せない暴挙だ。朝日友好親善協会は、日本の反動勢力の無差別で野蛮な暴挙を断固糾弾し、改めて警告する。今からでも日本当局は在日朝鮮人とその子孫を優遇し保護すべき避けられない法的道徳的義務を真面目に履行しなければならない。今のように民族排外主義を捨てずに世間知らずの子どもたちを相手に棒を振るうような愚かで横島なことだけをする安倍政権は絶対共和国の指揮をまたげることができます。朝鮮半島の問題と世界政治の流れから阻害された大きな境遇から永遠に免れないだろう。日本当局は共和国の度重なる警告をしかと肝に銘じ、朝日関係を最悪の状況へと追い込む自滅行為を直ちにやむ、日本別に振る舞ってはならないと述べています。以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当は菅総理でした。こちらは朝鮮の声放送です。ここでリスナーの皆さんにお知らせです。朝鮮民主主義人民共和国からお送りしている朝鮮の声日本放送の周波数が1908年2019年10月27日平安時間で12時から一部変更されます。平安時間で6時から7時まで、7時から8時まで、8時から9時までは短波 7580kHz、 9650kHz、 長波 821kHz でお送りし、平安時間で16時から17時まで、17時から18時まで、18時から19時まで、19時から20時まで、20時から21時まで、21時から22時までは短波 6070kHz、 7580kHz、 9650kHz、 中波 621kHz でお送りします。ここでリスナーの皆さんにお知らせです。朝鮮民主主義人民共和国からお送りしている朝鮮の声日本語放送の周波数が1908年2019年10月27日平安時間で12時から一部変更されます。平安時間で6時から7時まで、7時から8時まで、8時から9時までは短波 7580kHz、 9650kHz、 中波 621kHz でお送りし、平安時間で16時から17時まで、17時から18時まで、18時から19時まで、19時から20時まで、20時から21時まで、21時から22時までは短波 6070kHz、 7580kHz、 9650kHz、 中波 621kHz でお送りします。以上、周波数変更のお知らせでした。父の社会主義建築は人民大衆第一主義の建築。建築は人間の生活に密接に関わっています。建築物なしには初歩的な物質生活もできず、文化的な生活環境も期待できません。全ての建築物には一定の階級の要求と利害関係が移され、それによって建築の性格が決められます。今朝鮮では時代を代表する建築物が数多く建てられています。朝鮮の建築は人間本位の主張思想に基づく人民大衆第一主義に基づいています。朝鮮の建築が人民大衆第一主義の建築になるのは、まず人民大衆が望み求めていることを完璧に実現するのを根本的理念にするからです。朝鮮での建築の使命と目的、方向付けの絶対的基準は人民大衆が望み求めることです。朝鮮の代表的な建築物に人民という名が付いていることだけを見ても、朝鮮での建築の性格がよくわかります。
建物を一つ建てるにしてもまず人民に好まれるかということから推し量るのがまさに朝鮮労働党の変わりのない立場です。人民大衆の思考と要求、便宜を最優先撤退しし、党と国家が直接責任持って立派に実現するのが世界のどの国にも見られない人民大衆第一主義の建築としての本質。朝鮮の建築が人民大衆第一主義の建築になるのは、また人民大衆を建築創造の主人に押し立て、その積極性と革命的な熱意に働きかけて早い進歩を遂げるからです。人民大衆は自己の社会的地位と役割からして建築を創造すべき義務を担い、享受する権利を持ちます。社会主義社会で人民大衆は主人の役割を果たし、社会の物質的富をもっと多く作り出して裕福で文化的な生活を享受するために、建築創造に自発的に参加するだけでなく、創造的な積極性と革命的熱意を発揮しています。朝鮮の建築が年代を継いで目覚ましい発展を遂げたのは、まさに人民皆が建築の創造者、享受者としての崇高な資格と使命感を胸に愛国心を高く発揮したからです。朝鮮の建築物は皆人民大衆のためのもので、人民大衆自らの真面目な労働によるものです。朝鮮人民はこれからも朝鮮労働党の導きのもとに、遠い先々にも遜色がなく、造形芸術の面で完璧な創造物をもっと多く、もっと立派に建てるでしょう。しての社会主義建築は人民大衆第一主義の建築、高台市と話しました。必ずあるべきところ、平壌の風光明媚なテロン川のほとりに人民野外スケートリンクがあります。スケートの設備とサービス施設が立派に整えられた大衆向けのこのスケートリンクは、青少年と勤労者の体を鍛え、国の冬季スポーツの発展に大いに寄与しています。敬愛する最高指導者金正恩委員長が主計101年2012年5月、観光を目の前にした人民野外スケートリンクを訪れた時のことです。広いスケートホールに入った金正恩委員長は、スケート、ホッケー、フィギュア、スピードなどを楽しむ人々の幸せそうな姿を思い浮かべて明るく笑いました。この日、スケートリンクの各所でまだ足りない点はないか、人々が不便を感じる点はないか詳しく見ていた金正恩委員長は、ふと随員たちに、ここにスケート靴のブレードを研ぐところはあるか聞きました。部員たちはすぐ答えられませんでした。スケートに必要な全ての施設を円満に備えていると思っていたからでした。スケート靴のブレードを研ぐところは全く思いもよらないことでした。スケートリンクの普及係のリム・ジュゴーさんはこう話しています。平壌運送께서는金正恩委員長は、このスケートリンクを人民の笑い声があふれる大衆向けのサービス施設に作るため付箋しました。このスケートリンクの完成予想案と建設状況を把握し、ここは大衆向けのスケートリンクなので、スケートの貸し出しの場をよく整え、ブレードを研ぐところも必ずあるべきだと言い、専門家も考え及ばなかったことに至るまで詳しく教えました。金正恩委員長の人民愛が込められたこのスケートリンクからは、青少年と勤労者の楽しい笑い声がいつまでも響き渡るでしょう。必ずあるべきところ、交代してお話しました。